はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけどね、今日はねまあいろいろ喋る動画です。今日はねオートポリスのサーキットまで行ってきたんですよ。知り合いがねイベント開いてるんで、でそれの景品をね持って行ってきたんですね。協賛品みたいなんですね。で動画をね道中撮ってたらね、何もね音声が入ってないというねことで、残念ながら撮り直すことになりましたんで、もう事務所の方でね喋ろうかなっていうとこですね。まあ、それではねちょっと動画のご視聴の方お願いします。まず1個ねあったもう問い合わせですけど、まあかなりねもう話すとダラダラと長くなるので、かなり要約するとね、JZX100 のツアラー V でコンプレッサーが動かないっていうねところの連絡があって、まあ、サムさんとこの SX100 のコンプレッサーが動かないっていう動画を見て電話をしてきたと。でまあ何ですかね、コンプレッサーはとりあえずね1年ぐらい前に1回変わってると。でそれ以外の圧力センサーとか、まあ、それ以外にもねセンサー関係みたいなのとかは全部変えたということらしいです。でも動かないと。でマグネットクラッチが入らないっていう理由で動かないんですけど、だから直線流せばまあ動くと、まあ、サムさんのとこもやってましたよね。で、まあ、ですのでその動画の内容だけでいくと、まあ、導通見る、あとねパルスが出てるか見るっていうところはやってくれって言ったんですけど、自分で DIY では触るんで、そのねチェンジはできるけど探求ができないっていうことで、配線図見ても分かんないって言ってたんで、もうそれだとそういう、まあ、レベルとか言うと悪いですけど、その内容でじゃあこの問い合わせしてきて答えはないですけど、そのどうやってくれこうやってくれって言って返してもできないんだったらできないじゃんみたいなね感じの、まあそういうところお話です。とりあえずはだからまあ聞きたい気持ちもあるけど、だからもうその時に多分答えが欲しいんでしょうね。あ、それコンプレッサー変えたら治りますよとか、多分そういう答えが分かれば多分いいんだろうなっていうところですけど、まあ分かんないですよね、やっぱりね、見ないと。まあ、ですんで、まあそれだけの内容でいくと、まあいろんなものは変えてるっていうんで、まあそれだったらやっぱり導通見るとか、パルスが出てるか見るかはやってくださいっていうところ。でも配線数も見れないし、パルスも測る方法もないっていうところ。で、だから配線図見ても配線図が分からないっていう感じの人だったんで、それだとね問い合わせされてきて回答を、ね、出すにしてもちょっと辛いかなっていうのはあったっていうとこ、まあっていうところのお話が一つ目ですね。まあ、こればっかりはねもう動画でもよく言ってますけど、電話じゃ直らないんでね、基本的にはね、もうそれだったら電話で直せる内容だったら、多分動画見てもらってそこ変えてるみたいな動画とか、まあ、ブログとか見てもらったらそれやったらねいいんじゃないですかみたいなところですね。ダメ元でっていうところですよね。まあ、ですんでね、ある程度はやっぱり内容が分かってやってもらわないと多分ね探求できないんじゃないかなと思いますね。それこそねエアコンの問い合わせで過去にもね、なんか車屋が電話かけてきて、いやもっとここ調べたらいいんじゃないんですか、これやりましたかとかね言って話してたら、なんかめっちゃ切れてね、客に向かってそのね切れね言い方はなんだみたいな感じでね、だからお前車屋だろみたいなねっていう過去の話はまた出るようにしときますんで、興味のある人はね見てくださいっていうところですね。で、二つ目のお話はね、これまた最近あった話なんですけど、車の燃料。これね、多分ね、ちょっと前に、スイフトでドライブしてる時にちょっと話してた内容なんですけど、燃料をね、まあ、入れて返してくれっていうのは、これお願いしてるんですよね。で、車にもね、燃料は満タンで、ね、燃料フルっていうのはゲージを振り切るようになってフルですよっていう風にもう注意書き書いてるんですよ。まあ、デジタルメーターだとちょっとどうしようもないんですけどね。まあ、ですんで、まあ、そういう風に書いてるんですけど、やっぱり燃料をね入れないっていう人が、ね、いるっていうのがちょっと悲しいとこではありますよね。でこの前あったのが、まあ、車貸しました、で作業しました、終わりました、で連絡しました、ね終わりました、で燃料を入れて帰ってきてくださいっていう風に言ったら、あ、近くにいるんで大丈夫ですよっていう風にね言ったんです。はい、皆さんどう思いますか？近くにいるから大丈夫です。近くにいるからっていう意味がねよくわかんないですよね。近くにいてもサムさん的にはですよ、エンジンをかければガソリンって減りますよね。近くだったら減らないんですかね。どうなんでしょうね。これちょっと言い方ね、ムカつく人もいるかもしれないですけど、いや、エンジンかけた時点で 1cc でもね、減るんですよ、やっぱりね。で、本人帰ってきて、ね、燃料入れましたかって言ったら入れてないって言うから、あ、もうね、近くのね、ホームセンターでずっと待ってましたんで、みたいな感じで言うけど、それエンジンはかけてないかもしれないですけど、移動するときは絶対動くんで、ね、それは歩いて行ったとかって言うんだったら入れなくていいですけど、ね、だからそういうことで、動かせば燃料減るんですよっていうところを言って、まあ、とりあえずなんかね燃料代でまあ1000円くれたんですけど、正直ねそこ入れてきてくれれば、ね、逆に1000円なんてもらいすぎなになるんですよ。こっち多分100円とか200円とかでね燃料満タンになるんで、ね、だからそれでいいんですよ、ね、だからそうしてくれればいいのに、そういうねなんかわけのわからんことを言うとこっちも困るっていうのがねあります。皆さんもどう思いますか？
だから皆さんがね、皆さんっていうか、まあ、あの車借りた人ですね、基本的にサムさんのところ来る人はやっぱり値段も高いんで、まあ、客層としては多分いい人の方が割と多いんですけど、まあ、中にはね、その中でもやっぱりいろんな人はいるのはいるんで、皆さんが燃料を給油して、給油もね、例えばドゥーってセルフで入れるのかフルサービスで入れるかにもよると思うんですけど、セルフで例えばダーッとね入れててドンッ止まったところで終わると、まだそっからねやっぱり1リッター2リッターって入るんで、できればね、まあ擦り切れ1杯までとまでは言わないけど、それに近いぐらい入れてくれて、みんなが同じ状態で借りれれば、まあ、みんな平等になるのかなって思うんですよね。やっぱりじゃあ車を借りましたと、ね、で、ね、エンジンかけてコンビニで3時間4時間かけっぱなしで待ってましたと、多分ねフルメーターからは下がんないです、それだと。でも減ってるんですよ、実際何リッターかはね、何時間かじゃあかけてたってなったら減ってると思います。でそして次の人がじゃあ借りましたとね、で次の人借りた時に、まあ、その人もじゃあコンビニで待ってました、でもその人はエンジンはかけてなかったですってなった時に、その人が次は律儀に給油しに行ったら、じゃあ5リッターぐらい入ったんですけどとかね、やっぱそういうのも過去にあるんでね、やはりねもう動かしたって思ったら、たとえメーターがフルであってもね、もうもう給油しに行ったら本当1リッターも入らないかもしれないです。でもやはりね、そういうことを皆さんがやってくれれば平等にね借りれるんじゃないかなって思うんでね、まあそういう部分の燃料のお話っていうところで、まあこれなかなかね、まあしょうがない部分ではあるんでしょうけど、やっぱりみんなが平等にやってるんだったら、やっぱりね一人の人がそんなことをやってちゃんとやってる人が損するのはおかしいんじゃないかなって思うんでね、しっかりやっていただければと思います。で次ですけど、次はね、まあ、この前 の高知県第2弾のね人の反響がすごかったですね。まあ、あれからあの人から連絡もないです。まあ、着拒はしてるんで、着信拒否してる。まあ、違う番号でかけてくればつながるんですけど、特には何もないですね。で、何日かした時にね、今度高知県第3弾の人が来たんですよ。まだ動画作ってないんですけど、まあ、そちらの方来ましたね。うちの方にね、もう作業出してくれるの、これで4回目ぐらいなんですけど、ね、高知県っていう、まあ、実際サムさんも行ったからわかるけど、まあ、遠いですよね。で、その人もやっぱ来るのに遠いね、道のりをかけてくるっていうところでいつも来ていただくっていうところでね、だから第2弾の人なんかね、なんかグズグズわけのわかんないこと言ってましたけどね、黙ってこいよみたいなね感じですよね、とっていうことで、第3弾の人がね、まあ動画はまたそのうち上がりますけど来ていただいて、その人がねもうまたいろんな気を使ってくれるから、なんかこっちが逆に申し訳ない気になるんですよね。今回まあ作業入庫して、まあいつもお土産くれるんですけど、お土産がちょっと変わってるんですよね。1回目の時とかもエアコンのガスがなんか2ケースか1ケースかなんか持ってきて、で2回目の時はなんかこうペール缶とかがあって、工具屋とか、まあ、アストロとかに売ってるような、なんかペール缶みたいな、なんかパーツクリーナーとかをいろいろ入れたやつとかを2つぐらいとか持ってきてくれたりとかして、でこの前もね、だから来た時にエアコンのガスを2ケースね、30本入りを2ケース持ってきて、エアコンガスもね今高いんでね、安いガスでも高くなってきてるんで、ワンケースでね多分1万円とかは普通に買ったら1万2万とかするんじゃないかなと思うんですよね。部品屋で買うよりも多分高いんじゃないかなと思うんですよね。例えばそこら辺の工具屋さんとかでも売ってますけど、多分うちらが仕入れてる仕入れ値よりは高い値段で多分売ってると思うんで、それをね2ケースも持ってきてくれるっていうとこ、いやもうほんとね、なんか作業をねこっちはね出してもらってね、お金もいただいてっていう風なとこなのに、まあ、そこまでしてくれるっていう男気にびっくり。でなおかつね、サムさんの家建てるっていう動画があったと思うんですけど、その新築祝いまでねくれて、ね、しかも新築祝いねくれるのはありがたいですけど、めっちゃね入ってるんですよ。めっちゃって言うとすかめちゃくちゃ入ってるように見えるんですけど、まあ普通だとまあこれぐらいかなっていう金額があるんですけど、全然それより多いみたいなね感じで、なんか逆にね申し訳ないんですよね。こちらもねやっぱりそこまでされるとちょっとねなんか気使っちゃうかなっていう感じにもなるところもあるんですけど、もうその男気はすごいなって思いますね。っていう感じなんで、まあその方がねそういう風にしていただいて、本当ねいつもね来ていただいて、遠いとこからね本当来ていただいてありがとうございます。そして今回こんなにいろいろしていただいてありがとうございますっていうところでね、本当なんか申し訳ないなっていうところもありますけどねっていうところの、まあ、今回ちょっといいお話っていうところでしたね。まあ、今回はねとりあえずまあこれぐらいかなと。他にもなんかいろいろ話してたと思うんですけど、またちょっとねドライブ動画やりたいですね。今日はちなみに86で、ね、行ってきたんですよ。86をね動かすのもね、まあちょっと前に動かしたんですけど、ほんと1年ぐらい動かしてなくて、でその1年経ってつい最近1年ぶりに動かしたらめちゃくちゃ調子が悪くて、それを修理するっていう動画はそれで撮ってるんですけど、でそっからの今回まあドライブに行ってきたというとこですね。でいうとこなんで、まあ久々に86乗りましたね。
ね。まあ、あの車もね、やっぱ複数所有してる人って多分ない、いると思うんですけど、まあ、そういう人ってね、まあ、そういう車のね、なんですか、維持管理ってどうしてるのかなって思いますよね。体は一つ、車は複数みたいなね、なるとどうしてもやっぱり乗る車乗らない車偏りが出ると思うんですよね。だからその辺で毎日乗らない車っていうのはやっぱりどうしても調子が悪くなっていく傾向にはあるのかなっていうようなね感じますよね。もう今日もね、もう本当ね、LC に乗ってね、行きたかったんですけど、イベント景品をタイヤを2本持って行ったんですけどね、LC に乗せるようかなと思ったんですけど、どう見てもトランクに入らないと。で、クーペだったら多分入るんですよね。でも、オープンの方だとこれ入んないな、みたいな。後ろの座席にね、タイヤを乗せていくか、まあ、袋かなんかにね、乗せて持って行ってもいいかなと思ったんですけど、トランクに1本せめて乗って、後ろの座席に1本ならいいかなって思ったんですけどね、もう諦めましたね。で、86もね、しばらく動かしてなくて、久々にこの前動かして、燃料をちょっと減らしたかったっていうのもあったんで、なんでね、ちょっと今回は86で行ってきたっていうとこですけどね。LC もね、何ヶ月かちょっと乗ってないんでね、乗りたいなっていうのもね、ありますね。もう全然乗る暇ないですね。でもね、今昼間暑いですからね、もう夜しかないのかな、みたいなね、感じですけどね。まあ、とりあえずはね、ちょっといろいろ話もそれましたけど、まあ、今回はドライブに行ってきたら、音声が入ってなくて、結局使えなかったっていうことなんで、今回はね、その中で話した話の一部を、まあ、ここで話させていただきましたっていうとこです。それではね、また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。